はい、どうもこんにちは、染島です。今回はですね、コミケにまつわる話をちょっとしたいと思うんですけれども、今年はですね、ゴールデンウィークに開催予定でしたコミケ、コミックマーケットですけれども、残念ながら中止となりまして、ただ代わりにですね、SNS 上とかでエアコミケという、まあエアでコミケをしましょうと、ネット上でコミケをしましょうという動きがですね、盛り上がりまして、でこれが5月の2日から5月の5日まで開催されまして、 SNS 中心に今大盛り上がりとなりましたということで、参戦した皆さんは、大変お疲れ様でございましたということなんですけれども、まあ今回コミケの公式もね、こちらの動きに乗っかって、まあすごい大盛況だったんですけれども、今回のエアコミケの盛り上がりを見てですね、小説執筆の初心者の中にはですね、自分もこれからオリジナルの小説なんかをコミケに出したいと思った人もまあいるかもしれません。しかし、はっきり言わせていただきます。自分の経験上ですね、いきなりコミケで本を並べても全く売れません。調子に乗ってね、何十冊もするとですね、後で在庫の山を抱えて泣くことになるわけです。というわけでですね、今回はですね、タイトルの通りコミケで小説は売れませんという話なんですけれども、じゃあ小説が売れない原因と初参加時の対策、どういうことをしていけばいいのかなということについて、それぞれ解説をしていこうと思います。まずですね、売れない原因なんですけれども、まず現在のコミケにおいてですね、小説はメインコンテンツではないということが挙げられます。やはりですね、コミケとなると最もコンテンツとしての規模が大きいのは漫画、それからイラストになります。小説はですね、その次になるかというと、それも違います。漫画やイラストに次ぐコンテンツとして今有力なものはですね、ゲームと音楽です。しかもですね、音楽では多数のボカロ P とか歌い手とかが活躍してて、でゲームでは東宝だったり日暮らしといった、まあ、そういった名作がですね、多数輩出されているということになっているので、0年代以降はですね、漫画やイラストに勝るとも劣らない人気コンテンツになっているのが、こちらのゲームとか音楽になっているわけです。そうするとですね、コミケではですね、小説はこれらよりも小さい規模での展開となってしまいますので、どうしても人目につきにくい状態になります。またですね、ジャンルとしては二次創作がコミケでの主流になってます。さらにそのオプションとして、まあ、アダルト枠があるような形になってます。でもちろんオリジナルの作品でのアダルト作品というのもあるんですけれども、やはり割合としては二次創作よりオリジナルというのは少なめになってしまいます。でそうなるとですね、普段ナローや角読むなどの小説投稿サイトのメインになっているオリジナル小説というのはですね、逆にコミケでは肩身の狭い少数派になってしまいます。でさらにですね、コミケは、まあ、日本最大の同人誌即売会ということでですね、サークルの数が非常に多いです。参加するサークルの数がなんと3万5000サークルということでですね、まあ、コミケで作品を発表するっていうことは、まあ、それだけ競争率の激しい環境に身を投じるということになるわけです。加えてですね、小説は漫画イラスト集に比べて立ち読みっていうのがしにくいので、中身をその場でパラパラーっとチェックして買うような新規のファンっていうのを獲得できないという弱点もあります。でここまでで、ね、まあお分かりかと思いますけれども、コミケはオリジナル小説を頒布する会場としてはかなり不利な環境になっています。じゃあそれでもですね、コミケで、作品を出してみたいという人向けにですね、ここからは対策案をいくつか紹介していこうかなというふうに思います。最初にですね、何より一番必要なことということで、絶対に赤字は覚悟しておいてください。赤字になって当たり前とか、誰も手に取ってくれなくて当然と、それくらいの売れない前提で出店して、まあ、実際に全く売れなかったとしても折れない心っていうのを持つことが非常に大事です。でその上でまず、じゃあ部数をどうするかということなんですけれども、これはもう最小限に抑えてください。はじめはオリジナル小説だったら、まあ、10部くらいあればいいかなというふうに思います。そんなに少なくて大丈夫なんですかって思う人もいるかもしれませんが、これは大丈夫です。というのもですね、まあ、自分自身コミケに出展したことがあるんですけれども、その時はですね、もう本当に片手で数えられる程度の数しか売れませんでした。でしかもですね、その片手で売れた数のうち、まあ、半分以上が
本当に友人とかが買ってくれたような状態なので、実際に本当に初見の人が買ってくれたっていうのは1部とか2部ぐらいなもんでした。だから逆に20部30部もまあ、すってしまいますと印刷代が負担になる上、売れ残りの在庫処分っていうのが、これがすごい面倒なことになってしまいます。で、10部程度だったらまあそこら辺の、まあ、経済的負担も少ないし、後始末も軽くなるのでまあいいのかなというふうに思います。しかしどうしてもですね、もっと売上部数を伸ばしていきたい、まあ、10部以上ですね、買ってほしいというところを目指すのであれば、まあ、ジャンルをまず変えましょう。オリジナルではなくてアダルトか、あるいは人気作品の二次創作、そういったところにシフトしていくようにしてください。で、人気作品の、まあ、二次創作だったりアダルト作品とかってなってきますと、その分さらに競争率は上がるんですけれども、ただ手に取ってくれる確率っていうのも上がりますので、そっちの方がいいのかなというふうに思います。ただしですね、その場合にはやはりキャラクターっていうのが非常に大事になってきますので、そこそこのクオリティで描ける、なおかつ作風に合った絵師っていうのが必要になってきます。またですね、もしメンバーの中にそこそこクオリティの高い絵師がいて、そのあたりの課題というのをクリアできているのであれば、いっそ小説ではなくてノベルゲームにしてしまうという手もあります。しかしこれにはですね、完成までただの小説よりもまたさらにですね、一手間二手間かかってきますので、まあ、これは複数人で進めていくのがいいのかなと思いますので、一人の場合だったらやっぱり小説として出していくのが無難なのかなというふうに感じます。で、ここまでですね、対策についてお伝えしましたけれども、いずれにしてもですね、小説をコミケで頒布するっていうのはすごく茨の道になります。サークル参加っていうのは楽しいですけれども、やはりそれなりの出費っていうのは心しておいてください。まあ、1円でも黒字になれば万々歳と、それぐらいの感じです。ではまとめになります。コミケには多くのサークルが参加しますけれども、その中で売れるクリエイターというのはですね、一握りです。そしてその大半というのはもうすでに SNS とかを通じて広く名が知られているような、そんなクリエイターだったりします。だからそこに無名の人間がましてや小説で、まあ、目指すとなりますと、ライバルになる領域っていうのが広い分、小説の新人賞を狙うよりこれは難しくなってくるので、かなりしんどくなってしまいます。で、間違いなく趣味として楽しめるレベルではなくなってきてしまいます。で、そう考えるとですね、コミケを一番気楽かつ純粋に楽しむのであれば、一般参加として見に行ってみるのがベストなんじゃないかなというふうに考えます。で、ちなみにですね、コミケの一般参加といいますと、始発で行って炎天下とか極寒の中で何時間も辛い思いして並ぶっていうイメージがあるかと思うんですけれども、イベントそのものを楽しむだけだったら、そんな朝早くから並ぶ必要は別にないです。むしろですね、のんびりと昼から行ってみた方が人も減ってくるし、快適にコミケを楽しめるんじゃないかなというふうに思います。で、確かにですね、朝から並ばないと人気クリエイターの新作だったりとか、企業ブースの限定グッズ、そういったものは売り切れてるかもしれないんですけれども、まあ、それ以外にもですね、コスプレの鑑賞だったり、マイナーな作品の発掘なんかは、楽しめる要素として、まだ午後からゆっくり行っても大丈夫ですので、そういったところはのんびりと楽しめるんじゃないかなというふうに思います。で、サークル参加もいいんですけれども、未経験者はまずですね、次回以降のコミケで一般参加者として楽しんでみるのが、一番いいと思います。最後にですね、コミケ参加する上で重要な話になるんですけれども、まあ、今回の話の中でもそうなんですけれども、基本的にコミケでは客という表現は使用しません。一般参加者もサークルも全て同じ参加者という括りにされています。で、これはなぜかと言いますと、コミケはスタッフだけでなく会場にいる人全員がコミケというイベントを作り手であるという考え方があるからです。ちなみにこれ豆知識なんですけれども、コミケには客がいないので、同人誌などを売る際には販売という言葉は使いません。代わりに頒布という言葉を使っています。言うまでもないことではあるんですけれども、まあ、売り手側も買い手側もですね、横柄な態度や失礼な言動行動というのは一切しないでですね、参加者同士お互いに助け合いの精神、思いやりの精神を持ってコミケを楽しむようにしてくださいということで、これは必ず守るようにしてください。
ということで、ここまでで今回の、コミケの話は終わりになりますが、いつもの宣伝を最後にさせてください。小説サークル世界分岐観測所というところで私染島は活動しております。で、小説家になろうのページで小説、そこで書いた小説ですね、無料で掲載しております。あとノートを開設しています。で、ノートの方にですね、今回話した動画の内容とかのテキスト版をアップしてますので、後ほどそちらも見てもらえるといいのかなというふうに思います。で、こちらのその小説のページだったりノートだったりの URL は、概要欄に載せますので、そちらからリンクを経由して行ってもらえればなと思います。で、当チャンネルの登録、いいねもよかったらよろしくお願いします。ということで、今日の動画は以上になります。どうもありがとうございました。